はい、それでは今回はホーリーポテトーズウェポンショップの実況、かなり間が空いてるんですけれども続きやっていきたいと思います。日本語対応されました。2015年の12月ぐらいですね、だから1ヶ月前ぐらいなんですけれども、その東京ゲームショウの時に日本語化するよっていうお話を聞いていて、それだったらまあ日本語化してからまた遊んでみようかなと思ってたら、結構間が空いたというかローカライズはやっぱり大変なんだなと思ったりもします。はい、まあ、そんなこんなで、ちょっとどんな様子かなっていうのをお伝えしつつ、クリアまで一応やっていきたいと思っています。そのなんかね、中途半端にしているシリーズの一つですので、その辺ちゃんとやっていこうと思ってます。はい、ですのでまたよかったらお付き合いくださいということで、前回の続きからやっていきたいと思います。おお、いいですね。餌ちょうだいって言ってます、ジャガマルがあ、ローラクラフト、名前も全部日本化されてる。バルクボーガン、あれこれそのままじゃないか、あ、そんなことないか。ラセットピータース、イギー鉄ジャガ、ボルンドラカジ。こうなってくると、あの元の名前がわかんないんで、ちょっと検索して元ネタを調べようがないな、これ。あ、この辺のニュースも全部日本語化されてますね。指がかじかむとか、いろいろ。あ、でもちゃんと綺麗に日本語化されてますね。これどう、あ、もうすぐ給料日。給料日に注意。これどういうゲームだったかな？いや、覚えてるんですけどね。どうやってやっていくんだったかな？あ、日記。あれ、ここ見られるようになってるな。日記か。なるほど。どんな風に、どんな風な武器を作ってきたかっていうことかな。で、一番良かった武器はこれなんですかね。きらめく、ダーク。うん。致命的、神秘。まあ、エンチャントした時の名前がつくようになってるわけですね。ちょっと引き目で見てみるかな。はい。確か新しい、星に来たところだったような気がするんですけれども、アイテムを購入、あ、ですよね、なんかまだロックされてるところがあったりしたりしています。探検、この辺探検行ってみるかな。おお、探検家、あ、そうだ、職業の名前とかも、うん、考古学者専門誌の表紙モデル、遺跡から古代の武器を数々発掘したローラクラフトやたら毒舌のインド人コメディアン、ラセットピータース。あ、やっぱりインド人のコメディアンだったのか。レスリング元ヘビー級チャンピオン、驚異の厚みが半端ない、まあ、なかなか面白い、あれですね、日本語化されてますね。引退したら装飾に就くらしい、伝説の北の鍛冶屋、これ以上探ろうとしたら殺されるぞ日本刀剣史上最も著名な刀工の一人、あ、岡崎正宗、ちゃんと漢字ですね。なるほど。で、探検始めてもらおう。じゃじゃん。で、お店をアップグレードすると、みんなのね作業効率が上がったりしてたんですけれども、じゃあちょっと装飾を変えてみるかな。あれ変わった？よし。お、ちょっと綺麗になりました。綺麗になったのかどうなのかわかんないけど、でもあんまりこのスターチを使うと13,920 スターチが給料ですからね、破産しそうな気がします火事のスピード、あ、この変な像も立てておこうかな、ちょっと面白いこれ考えるジャガーみたいな感じですね。うん。あ、レイヤー級、レイヤー級は自分の役割のスタッツをブーストします。うん、ジャガマル、ジャガマルを買うと日本、あ、作業中のジャガー芋家事の雰囲気が良くなります。これ日本語じゃなくて英語で名前をジャガマルってつけちゃいましたからね。うん、だから多分日本語の名前にもできるようになってんのかな、多分。まあ可愛らしさはいつも通りというかいい感じですね。あとはワールドマップで武器を売りに行こうとすると、ここですかね、いろんな人がいます。うん、近づくほど見えなくなる、だから近づくんだ、ケン・ユーシー、君にそっくりな人形を作ったよ、バッド・ジョジョ、怖えなあ、でも本当に全部きちんと日本語化されてますね。なんかモバイルでも、その iPad とかね、その辺でもなんか遊べるようになっ
てるっぽいんですけど、そっちでももしかしたらリリースしてるかもしれないです。うん、あ、エルフの森の探検から帰ってきたよ。はい、どうしようかな、しばらくアクションを繰り返してもらおうかな。ちょっと新しい材料みんなに探してもらいます。宝物だらけだったとかっていろいろ言ってますけども、でこうやってもらってきたもので新しい何かを作ったりするわけですね。研究を始める。パープルポータルへ。これパープルポータルっていうのかなるほど。で、時間を早くできたりもするので、作業中はこうやって適当に時間を早くしたりしようかな。じゃあ一回帰ってきてもらって、そうだな、職業の名前とかどうなってんだろう。あ、運命の選択やった、イベントも日本語化されてる。ジャガイモ少女が深海用スーツを着込んだ大きなジャガイモがドシンドシンと入ってくるのに合わせてクスクスと笑っている。うん、友達の息は重く目は黄色に光っていた。これはあれかな、バイオショックのパロディかな。暴力反対、彼女はここにいます。ほら、彼女は無事です。あ、お砂糖ですか、それとも胡椒。あ、ノアですか、マリア様ですか。うん、暴力反対。男の目は緑色になり、少女は立ち去る前に不思議な宝石を縫い込んであるテディベアを残していった。いい徹夜かがパワーアップですね。うん、ちょっと武器作ってみようかな。なんか久しぶりに武器を作る感じですけれども、逆になんか逆に日本語化されたことによってちょっと新しく言葉にならなきゃいけないっていうところありますね。まあ色で見ていけますけども、魔力が高い、精度が高い、探検とか杖を探してますね。杖の方がいいかな、それだと。あー、でもそうでもないか。杖とスピード、あ、これ剣勇士に杖を作ってあげよう。そうしよう。魔力を高めてあげたいので、ボルンドラ火事にブーストを頼みます。うん、おプラス427。あれ、こんなにブーストされたっけそんなにブーストされたかな、どうだっただろう、ちょっと覚えてないけど。よっ、まあスピードの方にも振っておこうかな。で魔法の方に行ってもらって、こうだな、多分これで合ってるはず。で主人公にここに立ってもらって、ジャガマルをここに立たせて、まあこうやって能力をね応援していくっていう感じでしょうか。そういえば職業の名前とかどうなってんだろう。カジクラス、あ、メカニック、あ、職業の名前もちゃんと設計士、職人、金属技師、魔法使い、メカニックとかってなってますね。ふん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 、なるほど。ふう、これ新しく雇えるのかな、人。まあスターチがたまったら、あ、研究は完了しました。じゃあ岡崎宗にはここに立ってもらおうかな。おお、素晴らしい杖ができそうだけど。火事のクラス、錬金術師。うん、まあ結構岡崎宗は最初からクラスが高かったっていうのを覚えています。うん、エンチャントするアイテムは魔法でいいかな。きらめく神秘のアミュレットよ。これすさまじい杖ができてるんですけど白翡翠の杖、日本語化されてるから最初からかっこいい杖の名前だ。もう僕のもうひどいネーミングセンスを披露しなくても済む最初から おしゃれですね。1580の533、これはいいですね。で、あとはどうしようかな。侍に弓、何が欲しい。槍とか、槍をまだ持ってないな。あれ？っていうか、クラウドさんにバスタータンソードをあげたはずだけどな。なんかリセットされちゃったかな。この辺やったような気がするんですけどね。楽勝で多分出来上がると思いますけど、適当にブーストしてもらおう。よっ、これだけでできてる気がする。うん。まあ、適当に作っています。あの、クロードストライフ、クラウドじゃない、うん、にまたあのイベントが見られるってことかな。まあいまいちちゃんとね和訳できてなかったんで、うん、まあ最初からまた見てみるのもいいですけどね。あ、給料日。
結構やっぱ取られるな。いや、岡崎正宗だっけ、4400ってえぐいぞ結構。これはすぐできるはず。できた？スキップしていいかな、これは。よっ。お、やっぱりまたこのイベント見られますね。バンバラビー、バンバラビーは一緒なんですね。やったよ、綺麗でしょ。ワニ狩りのセリフみたいだな。ジェノバ安らかに眠りたまえ。誰だってテレビは見ないんだ。なんでもない、ほらスターチを払うよ。毎度あり。ずいぶんな値段だが、その価値はある。かっこいい。さあ、フラワーガールを探しに行くぞ。それはそのままなんだな。ありがとう、嬉しいよ。スターチ2000で、また新しい、誰か来るんですね。ポタドス。私は科学者で武器を探してる。この辺やりましたけどね。科学者の割には随分ロボットっぽいね。あ、科学のために感情を制御してる。これ、僕の和訳がひどかったっていうことが露呈するんですけど。武器を作ってほしい。フェーズガンだ。それはブラスターだよね。ブラスターだ。作れるか。めちゃめちゃ作りたい。結構あのコミカルに訳してるみたいですね。設計図あるならできるよ。プリントアウトまでお待ちください。ロボットじゃないか、ジャガイモなの。確かね、これなんか口から出してるような描写があったと思うんですよね。ロボットじゃないか。類稀なるジャガイモだ。アルトラス研究所で製造されたブラックチャンピオン研究所より優れている。わからない、この無邪気な笑顔。久しぶりのこの無邪気な笑顔、邪気なしの笑顔がちょっとツボですね。君はアルトラス研究所で何をやってるの？ジャガイモの遺伝子操作だ。科学を追求して実験する。へへ、難しそうだな。明日までにこの武器を作るよ。またね、ポタドスさん。ポタドス、フェーズガン引き受ける。なるほど。まあ、このなんかレジェンドなね、伝説的なヒーローからの依頼を受けていくっていうのはなかなか楽しいイベントでしたね。あ、黒ドストライプがありがとう、嬉しいよって言ってる。へえ、やっぱプレイのしやすさが違うなっていう感じはあります。攻撃とスピード、攻撃とスピードか、無理やりスピードをつけてもいいんだけど、斧、剣、剣、スピードと攻撃力、これ作ってあげようかな。アイト・パイレート船長に作ってあげたいと思います。スピードと攻撃力だから、スピードを、そうだな、ローラ・クラフトに任せるか。まあ、調子のいい子にね、いい子っていうのもあれですけど、いい子に頼むと、まあ何回か叩いてくれる。普通は4回なんですけど、まあ5回、6回なりぐらいですかね。絶好調だと7回ぐらい叩いてくれるかな。で、攻撃なんで、魔法はもうよくって、あんまりステータスが良くないな。あんまり攻撃のステータスが高いやつがいないぞ。大丈夫かこれは。まあこんなもんかな。まあローラクラフトがね、どうにかしてくれます。あ、でももう次のクラスに変更できるな。そうか、職人、あ、そう、金属技師になってまたここ開けてこの次のステップですもんね。それがなかなか大変なんですよね、これ。あの職業のなんていうか、ロックっていうか、アンロックしていくのが、解除していくのがなかなか難しかったりします。スピードを重視でよかったですよね。合ってるよね。そうね、スピード重視で OK です。まあ武器あと1つ2つぐらい作っ、あ、1つぐらい作ったら、売りに行きますかね。よし、ニンブルロケットをつけますよ。まあ大体どれも1000、鉄の剣、急に無機質な感じ。機敏的鉄の剣ね。まあステータスは1000とか余裕で超えるようになってきましたね。あと1本誰かに作ってあげよう。このバットジョジョに作ってあげたいかな。このあたり、精度と魔力、あ、素材が不足してる、なんてこった。じゃあこのあたりで、魔力は結構上げやすいので、
魔力がね高いやつは結構いるんですよね。よっ、精度だから青色、はい、青色、はい。でこいつは魔法使いなんで、で青色で黄色ぐらいですかね。でジャガマルと主人公を移動させて、魔力が欲しいって言ったので、魔力多分これね7回叩けます。魔力を高めてあげますね。まあこんな感じで武器を作っていくゲームなんですけれども、7、あ、6で止まってしまったでまあ職人たちが疲れてきたらね、何ですか、バケーションに連れて行ったりしなきゃいけないんですけど名声を12500まで上げると、まあ、何かこの目標を達成するとね、イベントが起きるようになってます。確かそういう感じだと思いますけど、よっ、まあ、スピードアップして完成で、魔法きらめくをつけといてあげようかな。よし、スカラマサックス、はい。であとはワールドマップ、武器はね3つまで持っていけたはずなので、あれ、なんか1つ多いな。これなんだ、これなんか適当に作ったやつかこれで合ってるよね。でよし、で商人レベル9、ローラクラフトはかなりの商人魂をね持ってますので、商売魂か、売却を始めたいと思います。よし、でその間にバケーションですね。どれだ、休暇に出す、休暇に行ってもらおうと思うんですけど、あんまり大したことないぞ。まあとりあえず2人ぐらい出しておこうと思います、疲れてそうなやつを。で事業拡大4枚必要、チケット、そうそう、このチケットを集めることで、まあ新しいエリアを開放していくんですけど、チケット全然ないな。チケットってどうやって手に入るんだったっけなんかいろんな、そうですね、武器とか売ってヒーローのレベル上げてたらもらえるんだったかな。おう、これは誰のために作ったかな、こいつのためかな。剣勇士売る、はい、 OK。 でアイトパレートに売る、 OK。 よし、バッドジョジョに売ります、 OK。 これで帰ってくればお金が手に入るっていうことになりますね。で、商売魂によって 27% プラスで4900スターチも儲かっている。うん、本当に命を救われた、スターチの価値あり、傑作、素晴らしい評価ですね。よっと、あ、エージェント46、おじいちゃんはどうして亡くなったの、そんなこと本当に知りたいか、悲しい話だぞいやー、あ、僕おじいちゃんのことを知らないから何でも聞きたいんだ、私も悲しくなるんだ、果たしてこの話をしてもいいものか。でも、あー、僕には聞く権利があると思う、だって孫なんだし。君のおじいさんは、あ、これバタタ実はまだ生きてるんじゃない感ですよねまあこの主人公のおじいちゃんが伝説の鍛冶屋さんなんですけれども、バタタっていうね、死んだっていう風に聞かされてるわけなんですけど、私たちは味噌回しにいたんだ、ドラゴンが来たんだ、おじいさんはドラゴンに追い詰められて、ついに、ごめんなさい気がつかなかったっていうのはよくわかんないけどあー、その時のことがトラウマすぎてストレス障害になっちゃったんだね。あれ、このくだりなんか見たけどなうん、じゃがいもストレス障害だ、だからおじいさんの最後のことはよく覚えてない。うん、あ、歌うから元気出してよ、あなたを傷つけるものは何もない、僕がそばにいる限り雑なメロディー付けですけどまあ歌を歌ってくれてるわけですね。それはミュージカルスイニー・ジャガの歌か、そうだよ、さっき歌ったとこ大好きなんだ、ジャガがミセス・ジャガットをオーブンに入れるシーンは最高だな、つい先日手に召されたジャガイモと出かけた時のことを思い出すよ、へへへ。え、エージェントなんて言ったの、耳にでんぷんが入っちゃって、なんでもない、急がないと、約束があるんだ。うん、まあエージェント46は裏の仕事をしてるっていう話はありますからね。あ、
こうやってイベントクリアしていくとチケットもらえたか。そうかそうか。うん、まあ、こんな感じでどんどん進んでいくんですけども、あ、帰ってきた。よっ。